ツオッチオッチです。ラリブライロケンです。ヨピンです。はい、今回はレシピを見ずにスイーツを作るという企画なんやけど、はい、スイーツ作ったことある？そもそもね、そもそもね、うん、あれない、ないよね、ないね。スイーツの名前だけ聞いたから、なるほど、それもう名前だけで作らなの。今回作るスイーツの名前は、はい、シャルロット。シャルロット、なんだよそれ。シャルロット、わからねえ、聞いたことない。一番近い人が勝ち。なるほどですね、わかりました。それでは、やってよー。はい、というわけでですね、早速じゃあ僕の方から作っていきたいと思います。僕はチョコレート系のパンケーキに近いものなのかなって思ってます。まあ、ただそもそもパンケーキってどうやって作るのかは分かりませんけど、今回多分このトレーを使ってなんかやるのかなとは思っています。はい、はい、まず卵を使っていきます。もうね、分からん。一旦なんか卵白と白身みたいなので分けます。はい、卵の黄身だけをね移します。卵白とこちら黄身で分けました。で、今回この卵白の部分をこの中に入れて適当に入れます。はい、こんぐらいかな。はい、ホイップも入れます。はい、こんぐらいかな。もうちょっと入れよう。はい、砂糖はもうどうしよう、大さじ2杯分ぐらい入れようかな。はい、はい、こんぐらい入れます。はい、こちらグラニュー糖も入れていきます。正直グラニュー糖は何のためにあるのか全く分かりません。電動ミキサーで混ぜまーす。はいね、混ぜ終わりました。まあ、多分シャルロットはチョコレート系だと思うんで、まあ、こういうチョコレートをですね細かく切って温めて、でもチョコレートベースにしていきます。牛乳でこんぐらいかな。はい、電子レンジで温めます。はい、それではですね、ここからフルーツを切っていきたいと思います。半分ぐらいかな。はい、食べやすい大きさに、うん、まあいい感じにですね、できました。ほら、もうスイーツっぽくない？これ、こっからも生地を入れて、まあ、電子レンジで温めるみたいな、そういう感じでやっていきたいと思います。このね、黄身をね、何に使っていいか分かんないんで、まあ、一旦ちょっと混ぜます。ホイップ入れます。はい、チョコレートを温めました。さっきのね、卵のやつを入れます。はい、はい、混ぜました。先ほどね作ったホイップみたいなのをこの中に入れます。まあ、ぽいよね、お菓子作りっぽいよ。で、混ぜます。はい、先ほど作ったねタルト生地に流し込みます。あ、めちゃめちゃいいじゃん、雰囲気出てるよこれ。ほら、まあいい感じになるまでオーブンでやっていきたいと思います。大変です、事件が発生しました。なんとこれ入れるの忘れました。これを入れないとケーキ状にならない。スイーツじゃない感すごくないですかこれ。なんか焼き豆腐みたいな感じになっちゃいましたけども、一回もこれを中にこう移し替えて、うー、何これ、これ なんですかこれ、これなんだ。もう一回ちょっと作り直します。はい、僕なんですけどちょっとね作戦を変えました。今作り直してるんですけど、まあ、ベースはですね、あのさっきと同じなんですけど、一つだけこのカップ、一つだけこのカップがあるんで、これはなんか怪しいと。で、なおかつチョコレートにリンゴとかキウイとか合わないなと思ったんで、イチゴだけにしました。で、クッキングシートを入れた状態で焼こうかなと思ったんですけど、
絶対に綺麗な丸にならないと思ったので、この状態でオーブンで焼きたいと思います。はい、完成しました。ちょっとですね、もうねこんな感じになってるんですけど、ケーキにはもう正直なってません。まあ前のやつに比べたらまだマシかな。ここからね、ちょっとトッピングしていきたいと思います。はい、というわけでですね、僕のレシピ見ないでのスイーツこんな感じになりました。チョコレートケーキです。チョコレートケーキで上にイチゴが乗っていると。まあね、一回ちょっと失敗しましたけども、まあ、多分これもね失敗です。はい、おはようございます。次は私、グッピーの番でございます。シャルロット、まあ、揃えられてる材料の中にいいものがあったのよ。これベーキングパウダー、これはねドーナツ、カステラとかクッキー、ケーキ作りに使うもの。これつまりはもうこの中のどれかでしょうっていう。で、予想的にはね、なんかパン的なものなのかなって思ってるんよ。容器もなんかこういうやつとか用意されてるし、で他にもフルーツが用意されてるから、まあそれをねケーキの中に入れるのか、最後焼いた後に盛るのか、まあとりあえずやっていこう。じゃあまずは、小麦粉とベーキングパウダーを混ぜていく。目分量、目分量は本当に危険だからね、やっちゃいけないんだけどしょうがない。はい、ベーキングパウダーこれぐらい出んやろな。よし、これぐらいにしとこう。で、十分に混ぜた後に水を加えて練り上げる。ウォルト、どれだけ練り上げるか書いてないのよ。まあ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 、チーズのパン生地みたいなのができました。無味やね、このままやったら。砂糖入ってないよ、これスイーツだぜ。あれ、でもさ材料の中に砂糖あったかな。あー、見つけてしまった。水飴、この水飴をこの生地の中に入れて甘みを引き立てます。やっぱね、甘みを出すからね。よし、よし、いいよ、よし。容器にバター濡れたんで、この中に流し込んでいく。シャルロット、あー、牛乳いる気がするよな。ちょっとご利用しやけど、ちょっと小麦粉足します。よし、生地を焼く前にアーモンドを砕いて入れていこうかな。うん、まあこんなもんでいいかな。こんな感じでアーモンド散りばめました。ヘイ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 ってことでやり直しました。あ、まあ作り直した内容が、小麦粉、ベーキングパウダー、牛乳、卵、水飴少々に以上です。そしてさらにいちごとオレンジとリンゴを入れた。じゃあ早速これを焼いていこう。スタート、いってらっしゃい。見て、膨らんでる、めちゃめちゃ膨らんでるよ、成功やこれ。はい、というわけで次はヨッチの番です。はい、私が思うシャルロットはですね、これもう皆さん簡単です。シャルロット、何かに似てると思いませんか、言葉。そう、シャーベット。そう、シャーベットなんですよ。かき氷器を使って、ふわふわなシャーベット状の、ものを作りたいと思います。もう材料簡単。はい、こちらですね、かき氷を作ってその上にフルーツを乗っけるだけ。まあシャーベットの素はですね、はい、こちらですね、牛乳です。牛乳を凍らせるだけ。下地のシャーベットは牛乳にして、上はちょっとね氷を凍らせて、だでそのふわふわになったところをこのフルーツで盛り合わせで、
まあシャルロットそうであると普通すぎてありきたりになってしまうので、こちら卵をですね凍らせてトッピング、はい、というわけでですね、かき氷器の器に水入れていきたいと思います。はい、こちらをね冷凍庫に入れていきたいと思います。で、こちらの器に牛乳を入れます。下味ですね、卵割っていきます。そうですね、こうやってね、これもね凍らせていきたいと思います。今回のコンセプトは凍らせるです。そう、今回のねコンセプトは氷の女王だから、うん、はい、こちらの果物さんたちをね切っていきたいと思います。はい、というわけでですね、あ、準備が完成しましたので、牛乳と水と卵をね凍るまで待ちたいと思います。せーの、完成！はい、というわけで全員完成しました。3人が思うシャルロット、はい、出来上がりました。できましたね。それではプレゼンしていく、プレゼンしていきましょうか。はい、私はねシャルロット、はい、シャルロット、シャルロット、シャーベ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 ットになったんです。なるほどね。朝食についてくるおしゃれなデザートと思いまして、目玉焼きもシャーベットにしました。それは全然違うね。違うね。これまたケーキなのは間違いないと思って、うん、ケーキなのは間違いない。じゃああとは味だなと思って、まあ用意されてたのがチョコレートがあったから、うん、多分チョコレートだと思って。うわ、なんでチョコレートにしましたか。なるほどね、まあ、チョコレートいちごケーキですこれ、はい、なるほど、チョコレートいちごケーキって言っちゃうんだからフランスではシャルロットって言うんですよ。なるほど、ね、私のシャルロットはこちらで、はい、シャルロットって、はい、シャロイダンスのダンスしたくなるようなケーキというか食べ物なんじゃないの。寒い、目の前にさ果物がいっぱいあったらテンション上がるやん、思わず踊りたくなる、うん、このケーキの中にいろんな果物入ってます。そうなんだ。ミックスフルーツの詰め合わせのケーキ。なるほど、それがシャルロット。なるほど、でもまあ これが一番形はいいし、ね、料理として出てくる可能性高い、ね、高い高い、一番おしゃれなことだからね、はい、やってますね、やってますね。はい、今回りっちゃんにね、誰が一番シャルロットに近いか判断していただきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、シャルロットに一番近い人は、帽子に見立てた洋菓子で、見ますか。写真こんな感じです。え、あー見たことある。ほんとかい、ほんとかい。まあカルトみたいな。だからやっぱりまあワホールだし、まあフルーツ乗ってるし、いろいろ乗ってます。あんたケーキ要素がゼロ。シャーベット要素はないですか、シャルロット。ね、じゃあちょっと食べていい。凍らせるってのは私泥脇の雪食ってる。庭に積もる雪の味。うわー、これ気持ち悪いわ。皆さんちょっと気になりますよね、その中卵を凍らせたら一体どんな味なのか。醤油をかけたいと思います。いやー、よってそれはひどい。でも、あ、うわ、あ、すごい、すごい2層になってる。じゃあちょっといただきますよ。はい、すごい、うわ、いや、待って、これさ、すごい。なに、これだけでも食べてみ、戻ってくる、戻ってきた。これ気持ち悪い。ちょっとグッピーのやつ食べてみたいな。そうだね、硬い、硬い、うん、うん、食べれます。まあなんかパッピーって感じなんじゃない。うん、うん、じゃあいただきます。でもすごい、でもレシピ見ないでこの感じのクオリティはすごい。ハイヤル第1位の両県のパン、もうほぼ正解ですから。パンというかケーキ。うわ、なんだそれ。ねえ、ねえ、なにそれ。俺こんなのに負けたのか。じゃあいただきます。海賊か、お前は。濡れた雑巾みたいな。めっちゃ火通るでしょ、そんだけ薄かったら。いただきます。カビ食べちゃってる。カビ食べちゃってる。うわ、気持ち悪いこれ。はい、というわけでですね、皆さんもね、スイーツ作ってみてはいかがでしょうか、はい、ね、お母さんとかにね、知らないようなスイーツの名前言ってもらってそれ作るっていうのもね、うん、面白いかもしれません。
はい、それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日も動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画はこちら。